館へ遊びに来ませんか？だって。それにチョコレートも食べ放題。想像しただけで幸せじゃない？食べ放題なんてケリーにとってはパラダイスね。じゃあみんな一旦家に帰ってからこのお菓子の館行ってみよう。はまた今度。まずはお姉ちゃんが行ってみてどんなところだったか教えてあげるから。じゃあ行ってきます。じゃあリカちゃん行ってくるね。でもそのモーリーさんってどんな人なのかしら。チョコレートも食べ放題のお菓子の館なんて聞いたことないわ。本当にそんなところ行って大丈夫なの？あー、よくわかんないけど大丈夫。じゃあね。一応ママに言っとかなきゃね。今日塾をお休みした分は明日頑張るから。どうしても行きたいところがあるの。だからママごめんね。まあたまにの息抜きも必要か。リナタンのお菓子ももらえたら持って帰ってくるからね。じゃあね、リナタン。行ってらっしゃい。ごめんごめん、お待たせ。見て見て、いつの間にか地図に変わってたんだ。きっとモーリーさんが書いてくれたんだよ。お菓子の館はここみたいだけど、これって森の中なのかな。とりあえず出発しましょう。あー、ねえリクくん、まだ着かないの？なんか薄暗いしちょっと寂しいところね。こんな森の奥に本当にお菓子の館なんてあるのかな。私たち騙されてるんじゃないよね。確かここをまっすぐ行くと、あー見て、あったあった、ほんとだー。お家が全部お菓子でできてる。やったやったー。壁がビスケットよ。屋根は生クリームやマーブルチョコでできてるみたいだよ。すっごーい。モーリーさん、はーい、こんにちは。私たちショッピングモールの掲示板を見てきました。中に入ってもいいですか？どうぞ。あなたがモーリーさんなんですか？お菓子の館だなんてすごいですね。いい？モーリーさんって大人の人かと思ったけど、私たちと同じぐらいの歳だったんだね。お友達になりたいね。飴やビスケットが敷き詰められた床に、あそこにはプリンまで。本当にすごいな。ここってモーリーさんのお家なの？ええー、私の本当の家はこの間あなたたちが勝手に入ってきたメリーさんの館よ。え、メリーさんの館って？私の顔忘れたの？それで僕たちをどうしようっていうの？別にどうしようもしないわ。だから一緒に遊びましょう。また会えて嬉しいな。いやー、早く外へ逃げなきゃ。そうやってまたすぐ帰ろうとする。私たち友達なんだから遊びましょう。いやー、ねえ、もう日が暮れてきた。早く帰らないとママたちが心配しちゃう。みんなずっとここに暮らせばいいじゃない。ほら、チョコレートあげるから。ここにいたら食べ放題よ。そんなのいらないから帰らせてよ。ダメって言ってるでしょ。あー、帰りたいよ。あなたたちはもう一生この館から出られない。ずっとずっと私と一緒。こんなことした犯人はメリーさんでしょ。ここにいるのは分かってるのよ。私たちの子供を返してちょうだい。私のママの声だ。なんでママがこの場所分かったの？こんな時間になっても帰ってこないなんておかしいわね。ショッピングモール
ールに貼ってあったお菓子の館に行くって言ってました。お菓子の館？これのことかしら。あ、ケリーちゃんママ、うちのミキマキも帰ってこなくて大変よ。きっとあの子たちが見たのはこれだわ。メリー？メリーさんってまさかあのメリーさん？こうしちゃいられないわ。すぐにあの子たちを助けに行きましょう。メリーさん、私知ってるのよ。何を知っているの？メリーさんの誕生日にあなたのパパとママはプレゼントを買いに町まで出かけた。だけどその帰り事故に遭って二度とあなたの元には帰って来られなくなった。残されたあなたを心配して町の人は館を訪れたけどあなたはどこにもいなくなってた。そんなことがあったの？でもそれは何十年も前の話よね。何十年も前の話なのに目の前のメリーさんは子供のままだよ。そうよ、ずっとパパとママの帰りを待ってたのにいつまで待っても帰ってこなかった。私は寂しくて寒くてお腹も空いて、でもずっと一人で待ってた。だから私たちがあったかいご飯とお誕生日のプレゼントをあなたのママとパパの代わりに持ってきたわ。長いこと待たせてごめんなさい。だからドアを開けてちょうだい。私のためにプレゼントを。ママ怖かったよ。はい、メリーさん、急いで作ったの。ママの味には負けるかもしれないけど食べてちょうだい。おいしそう。はい、これは誕生日プレゼント、開けてみて。これはあの時私がママにおねだりした靴。あなたのママとパパはきっとあなたを残して行ってしまったこと申し訳なく思ってるわ。寂しい思いさせてごめんねって。パパ、ママ、あんたたち怖がらせてしまってごめんね。バイバイ。メリーさんが消えた。きっとパパとママのところに行けたのよ。メリーさんってちょっとかわいそうな子だったんだね。今頃ママとパパに会えてるといいね。ママ助けに来てくれてありがとう。早くお家に帰りましょうか。そうだね、これで一件落着。やっぱりせっかく友達になったんだからもう少し遊ぼう。これからは幸せにねって思ってくれる子は評価をぜひ。メリーさんに連れて行かれてお母さんが助けに来るというリクエストありがとうございました。ここでみんなに質問。もしメリーさんにお友達になってって言われたら友達になってあげる？コメント欄で教えてね。可愛い話が好きな子はこの上の動画も下の動画も